皆さんこんばんは。婚活アドバイザーの植草美幸です。美容外科医で印象プロデューサーのドクターゆげたです。日曜日のこの時間は植草美幸とドクターゆげたがお届けするコンプレックスにさよならの時間です。はい、この番組は、はい、婚活、あとは恋愛、うん、あとは美容、うん、健康、うん、などなどプライベートはまたプライベートで、はい、に関してまた、はい、いろいろ面白い面白いお悩みにご相談して、はい、お答えしていく、はい、番組です。はい、はい、ウィクスさん、はい、グッドラック見ました。 TBS この間、はい、ありがとうございます。どうでした？いや、びっくりしたのが、うん、コロナ禍で、はい、成婚率2倍ですか、はいはい、200% ですから2倍ですね。すごいですよね。あれはね、私もびっくり、自分でびっくり。あ、そうなんですか。やっぱりね、このコロナ禍でいろいろとこう感慨深いんでしょうね。この先のその生き方、うん、このまま一人でいいのかなって思ってみたり、うんうんうん、あと、まあ、うまい具合にこうリモートってね、その遠方の人たちとのご縁も実は増えたんですね。うんうん、そう、だから見えないところで2倍ですけれども、うん、そのうちの2割ぐらいは、うん、その関東と関西とか。そうですか、ね、そうなんですよ。普通なかなかないですよね。そうそうそう、東京と山梨とかっていう方たちが、増えたんですね。だからすごく、すごい。そうですね。あと志らくさんがね、はい、言っていただいた、なんていうのかな、これまでのそのリモートの考え方が、うんうんうん、変わったよって、うん、いいと思うよみたいなね、コメント言っていただいてよかったなと思うんですけど、そのドクターのところはどうですか。そのリモートで診察はあるんですか。はい、リモートで外科的な相談は増えましたね。マスクをしてよくなったんで、はい、今まで高かったハードル、はい、隠せるかどうかとか、うん、そういったのがなくなったんでしょうね。うん、なるほど。なので相談、この手術今ならできるとかっていうのは増えましたね。あ、それコロナ禍でね。コロナ禍で、うん、あとはニキビが増えてきたとか、ほれ線が、なるほど、なるほど、はい、リモートで診断、リモートで診断はあります。リモートで診断は、診察、これからやるところです。お、はい、今もうどこかではやってるんですか。あ、やってるところありますね。はい、それができるといいですよね。そうですね、うん、と思います。うんうん、なんて言うんだろう、わざわざ、はいはい、開けて切って見てっていうものでもない場合も多いですよね。そうですね。そうすると、その行きたい病院、行きたいクリニックが遠方だったりするよりも、うんうん、 そうですね、そのリモートで問診、そうですね、とかね、はい、あとそのどうなんだろう、場所とかをこう映すんですか、カメラで。いや、もう場所普通にズームみたいにお互い話してる。なるほど、ね、じゃあ気軽に手軽に。そうです、来てもらっ、ほんほん、 LINE してもらって普通に問診だけでお薬出せちゃうものっていっぱいあるので、うん、あ、そうですか。全部それでいいんじゃないかなと思います。あ、そうなんだね。はい、じゃあそれはこれからはもう決まりがあるんですか、いつからとか。あ、そうですね、いつからがまだ決まってないのか、うんうん、そっちの方向になっていくとかってやってましたね。年内ですか。年内ぐらいになるんじゃないですかね、と思ってるんですけどね。いいですね。たまにね、私も検索をしてみて、見たりするとリモートの診断も OK とか。あ、はいはい、そうですね、ありますね、あります。じゃ、それをそこは一足先ってことですか。そうですね、もうでもやってるところは今結構増えてきてると思いますけどね。じゃあもうドクター井桁もね。そうですね、全国展開、全国展開、リモートでした、うん、船橋にいながら全国展開で、すごいですよね、うん、今までなかった発想ですもんね。そうですよね、はい、いいと思います。はい、ではじゃあ本日の質問をやってまいります。はい、はい、本日のラジオネームは、うん、はい、ゴリゴリスプリンクラーさん。なるほど、はい、はい、ですね。植草先生、井桁先生、はい、こんにちは、はい、いつもこの番組を YouTube で拝見していて、うん、更新をとても楽しみに聞いています。嬉しい、嬉しいですね、うん、先生方の明るい性格で、はい、的確なアドバイスを聞いていると、うんうん、私もとても明るく前向きになれます。嬉しいですね、はい、さて今日は私の相談に乗ってくださいましたら、うん、とても嬉しいです、はい、乗りましょう、はい、はい、私は35歳会社員の男性で関東在住です、はい、うん、彼女はいません、うん、はい、絶賛婚活中ですが活動はあまりうまくいっていません、はい、実は私は肌に悩みがあります、はい、顔にニキビ跡がたくさんあり、うんうん、学生時代はニキビがたくさんあり、うんうん、潰していて気づいたら汚い顔になっていました。うんうん、昨年までは毎日をのんびりと過ごしていたのですが、はい、うんうん、コロナ禍で今後の自分の人生を見直し、うん、子供が欲しいと思うようになりました、うん、なるほど。そう、
この顔では自信がありません、はい、美容クリニックにもいくつか話を聞きに行きましたが、はい、本当に効果が出るか不安で、はい、結局契約せず今日まで至っています。あら、代わりにドラッグストアでいろいろ試しましたが、はい、効果は得られず、はい、私の顔写真を送るのは控えますが、自分でも結構ひどいと思います。そうなんだ。まずはやはりピーリングから始めた方がいいのでしょうか、うん、はい、それともやはり手術などしないといけないのでしょうか、うん、このような状態でも結婚できますか、はい、年収は600万ですが、はい、資産は投資用マンションを一つ持っています。素晴らしい。素晴らしいですね、うん、お金はほとんど使いません。すごい。すごいね。すごいですね。だから投資用のね。そうですね。会社ですね。ね、マンション持てたんでしょうね。実際はい、婚活の方とかでニキビの方って、はい、どうですか。いらっしゃいます。いらっしゃいます。結構ひどいというか。そう、私がもうパッとこう一番最初ね、はい、お会いした時の第一印象で、だいたいこの方って結婚できる。で難しそう、はい、このぐらいでできるってなんとなくわかるんですよ、うんうん、でその第一印象をパッと見た時に、うわすごいニキビやとっていう方もいます、うんうんうん、でそういう男性でも結婚はできてますよ。あ、関係ないですね。関係はない。ただ、うんうん、第一印象で人によってはね、じゃあその方と会った女性から、うんうん、聞くとどうだったって聞くと、うん、すごいニキビ跡でしたっていう人もいるわけですよ。あ、そうですよね。そうそうそう。で、人によってなので、その結婚できるかどうでしょうかって質問だとしたらですよ、うん、このスプリンゴリ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 、はい、難しい名前ですね。ゴリゴリスプリン、ゴリゴリスプリンクラーさんの、はい、回答で言うと、はい、お肌は綺麗な方がいいと思う、うんうん、そこはね、うん、でご本人が気にしてるんだったらできる限り少しでも、うんうん、納得できるように直してあげたらいいと思うけど、うんうん、それが理由で結婚ができないってことはない、はい、うんうんうん、まあもうコンプレックスなだけだってことですね。そうそうそう。でそれを、はい、そのどうですか、その専門的に言うとどういうふうに直せば、専門的にですね、ニキビ跡ってすごい直すの時間かかるんですよね、基本的に。そうなんですね。なのでピーリングだいたい検索するんですよね、はいはい、ニキビ跡直す検索すると、うん、だいたいピーリングピーリングピーリング出てくるんですけど、はいはい、もちろん理屈的にはピーリングってそうなんですけど、なかなか効かないでしょうね、ピーリングって。うん、35歳でしょ、うん、学生の時だから思春期ですよね、はい、きっと。あ、そうですよね、中学3年生とか、 そうですね、はい、そのぐらいから、中学生ぐらいから始まったらもう20年経ってますよね。そうですね、始まる、そうですね、多分ね、はい、で20年経ってからその外科的に、はい、どうですか。外科的にっていう、もう手術なんて難しいので、ニキビ跡って、ね、この方手術って言ってますよね、はい、書いてますよね。手術は難しいので、やるとするとヴァンパイアフェイシャルとか、うん、ダーマペンって言って、うん、顔中にニキビ跡のところにいっぱい針穴開けるんですよ、ゴリ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 って。でそこに血小板とか入れたりとかをして、徐々に徐々にこのへこみを埋めていくんですけど、うんうん、やっぱり5回10回とか結構回数はかかります。すごい、それで治るんですね。治ることはないですね。見た目で良くなったね、半分ぐらいになったんじゃないかなとか。それでもいいですね。それでも全然違いますよね。ね、本当にね、彼の気持ちよくわかるんですよ、うんうん、穴が1個ずつニキビの跡の大きい方いらっしゃいますよね。あ、はいはい、そうですね。ですごくそれ顔中だと、うんうん、その女性がパッと見た時に、うん、不潔感、うんうん、ちょっと言いづらかったんだけど、はいはい、不潔感はありますよね。そうですね。あ、ちなみにあれどうなんですか、この間テレビでもやってたんですけど、男性のメイク8倍になったとかって言ってたので、コロナ禍で。あ、男性のメイクはね、どちらかというとファンデーション、はい、とかじゃないですか。そのなんていうでしょう、婚活の時にちょっと隠しちゃうとか、うん、ああ、そうね、うん、でもね、実際見たら分かっちゃうからね。 あれは女性受けが悪いんですか、この人をやってるとか。そうね、それよりも人間味。ああ、はいはい。あ、グッドラックでもおっしゃってましたもんね、コロナ禍でコロナにどう、うん、対してどう捉えてるかって。そう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 、中身もすごく大事だから、うん、彼がその原因追記した方がいいね。あ、はいはいはい、婚活がうまくいっていないでしょ、うん、いないからご相談なんだけど、うんうんうん、その活動自体がどんなのかなって知りたいかな、うんうんうん、毎月5人は新しい人に出会った方がいい。なかなかそれがすごいですよね。今すごい顔しましたけど、うん、今ラジオでちょっとねお伝えできないんですけど、はい、今ものすごくこう驚いた5人っていう顔をしたんですけど、普通はないですよね。普通はないですね。普通その新規の方、最初の3ヶ月でいいんですよ。
最初の1ヶ月2ヶ月3ヶ月に5人ぐらい会ったら15人じゃないですか。そうですね。さすがに決まりません。どう、いや僕もその感覚全然わからないです正直言って、うん、それはねやっぱり結婚相談所、はい、結婚相談所でちゃんとお膳立てしてもらって、うん、会っていけばなんとかなると思いますよ。それ厳選した5人なんですよね。もちろんその人によって。だって会いたくない人には会えないじゃないですか。そうですね、そうですね、会いたいなと思うような、うんうん、まあ、ある程度の条件を出していただいて、うん、でもちろんお写真も見ていただいて、うん、で、プロフィールももちろん見ていただいて、はい、その上でお会いするから。すごいでしょ。すごいですね。僕一回見てみたいですか、うん、あの植草さんの後ろについて、うん、本当に研修生みたいああなるほど。じゃあそういう時はですね、はい、まあもうお顔売れちゃってますからそのごまかせませんのではい、はい、そういう時は今日はドクター井桁が、会員さんのね、はい、チェック、お顔のチェックを無料でしますと。あ、はいはいはい、あ面白いですね。いいでしょ、はい、で無料でするので、うん、このカウンセリングは見学をさせていただきつつ、うんうんうん、ね、直せるところは直しますとで、ね、面白い。そうでしょ。で直せないところは、うん、自力でなんとか、うんうん、はい、でお金がかからなくてもなることあるじゃないですか。あ、そうです、そうです ね、洗顔とかってそんなにお金がかかるものではないですよね、はい、だから彼もそれをやった方がいいよ ね、 そ、 うですね、それこそほら、はい、あわあわにして、あ、そうです、ね、いつも言ってらっしゃるピーリング石鹸、ピーリング石鹸、はい、あれで、そう、私ねピーリング石鹸頑張って使ってますけど、たまにピリピリしますね。ああ、そうですね。あれは使いすぎですか。今どれぐらい使ってますか。毎朝毎晩。毎朝毎朝毎晩ちょっと多いかもしれないですね。やっぱりね、ちょっと大体2日か3日に1回ぐらい。そんなもんですか。はい。なんだ、わかりました、はい、石鹸であれば。石鹸であればね、はい、じゃあそこは気をつけるとして、はい、でもそれでもほら石鹸だから、そうですね、はい、ね、そんなお値段のあるものではないので、はい、まずまあ石鹸は使ってもらいましょう。そうですね、で、綺麗に顔を洗って、はい、清潔に保てば、新しいニキビできないためにはそういった清潔ももちろん大事ですけど、うん、もうとりあえず触んないことですよね。触る癖ついてるかもしれないです。触る癖、ゴシゴシ洗ってるんでしょうねきっとね。そうですな、で擦れて、そうですね、擦れてるから、だから顔をゴシゴシ男性って洗いますもんね。洗いますね、めんどくさいですし ね、私一回聞いたことあるんですけど、うん、片手で顔洗いしてるんですけどこれ何ですか。それ逆に器用ですよねこれ落ちるんですかね。落ちないでしょうね。あとね、はい、朝起きてちょっとこう手をつけて、はい、ピッピッピッってやってる人いるんですって。本当にいますかそういう人。聞いたことあります。これ出るだけですか、うん、ピッピッピッ、ほら洗ったよってで、ちょっとお見合いに取ったりとかする程度。でも鏡見るのは偉いですね、まあ、見ない人いますよね多分男性は。あ、その人も見てないかもしれませんね。あ、まあ、ピッピッピッってやっただけだからね。だからそれを思えば、そうですね、お顔をまず綺麗に洗って新しいニキビを、はい、作らないようにして、で、あとは保湿？保湿も大事です。あと紫外線できれば浴びない方がいいですね。あ、うん、でもあれできちゃったニキビでもどうですか？できちゃったニキビも悪化するので。そうなんだ、はい、ニキビ跡とか赤みがあるとあんまり、ね、紫外線も良くないので。それ知らなかったです、はい、そうなんですね、ニキビと紫外線って結構あの何でしょう、一番やっちゃダメなことですね。触りすぎ、紫外線やっぱりニキビダメですね。じゃあ彼はその昔ちゃんとお手入れしなかったから、はい、ガンガンこう取っちゃって、うん、そうです ね、 ね、でだからっていう反省をしてるんだけど、うん、はい、この後も、はい、そのもっと悪くならないように維持しなきゃいけないところを心がける、うん、そうですね、うん、最低限も維持しながら治療していくって形になってくるでしょうね、うん、そうですね。で結局、うん、この状態でも、はい、結婚は諦めずに中身の問題だと。そうだって結婚、はい、あのニキビ跡がすごい方でも、うん、私は導いてますから、うん、一番大事なのは何ですかね。なんかまあね、ご自分の肌があんまり綺麗じゃないのっていうのは、うん、分かっといてほしい、うん、あ、はいはいはい、それはで彼は分かってるじゃないですか、うん、ゴリゴリさんは、うんうんうん、だから大丈夫だと思う。今分かったから、はいはい、ご存知だったから、うん、そこはね、偉いと思う、うんうん、自分で分かってるでしょ、はい、分かってない人厄介なんですよ。分かります、うん、結局全然分かってないのにそのお見合いに挑んでいくわけですよ。あ、で最初振られたりするわけでしょ、うんうん、そうすると、はい、結局なんで振られるんだろうっていうことが、うん、私も言いづらいわけ。やっぱり言いづらいんですか。言いづらいよね。でもいますよね多分。言うけど言わないわけにはいかないから、はい、指摘をねしてあげなきゃいけないんですよ、うんうん、そうですね、そう、あのねセラピーじゃないから、うん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 、ね、セラピストだったらそうねそうねって同調だけしてればいいですよ、はいはいはい、で同調だけしてると誰も結婚できないんですよ、うん、本人は居心地がいいから、うんうん、長年いるでしょうね、うん、でもそれじゃ一生結婚できない。そうです
ですね。そうだからちゃんと指摘を優しく、うん、優しくしてあげて、ね、この間会った女の子ね、ちょっとお肌のことが気になるって言ってたよとか、うん、だから彼はね、うん、可能性ありますよ。十分あるんですね、うん、大丈夫です。わかりました。はい、はい、ではゴリ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 スプリンクラーさん はい、大丈夫でしょうか、うん、もうニキビ跡はちゃんと直してもらって、うん、あとは中身が大事なので、そういうことです、ですよね、はい、はい、大丈夫ですか、はい、解決になりましたでしょうか。はい、そろそろお時間ですね、はい、ではそろそろお時間がやってまいりましたので、データ用時計見て、はい、時計ついてないのにおいては上草美雪とドクター池田でした。コンプレックスにさよなら。ではまた来週この時間お楽しみに。お楽しみに。